北条時村は鎌倉時代中期の北条氏の一門。鎌倉幕府第七大執権、北条正村の着難。父が執権や連射など住職を歴任していたことから、時村も奉行職などを務め、県治3年12月、六原丹大北方に任じられた。これまで遅くても20代までに任じられていた六原丹大に36歳で任じられたことから、 政治的影響力を得、宗家や、おうち人に警戒された説と現行で緊迫する、京都の掌握を期待されたとする説がある。その後も、泉や美野、長戸、諏王の守護職、長戸丹大職や寄合衆などを歴任した。公安7年、八大執権法上自習が死去した際には、鎌倉へ向かおうとするが、三河国屋作で、徳宗家のおうち人から戒められて記録。 公安10年に鎌倉に呼び戻されて、引き付衆の一番当時に任じられる。昭安3年、老いの北条諸時が重大執権に変わると連署に任じられて諸時を補佐する貢献的立場となる。加減3年4月23日の夕刻、佐田時の大瀬とする特捜機官御家人が当時連署であった。 北条と木村の屋敷を襲い殺害。火災が谷の時村邸一帯は出火により消失。去年六十四、京の朝廷、及び六原丹大への第一報話では、さ、十三日昼国、左京圏大武寺村村牧秘必両、関東美脚到着。絶左京大武寺村村、さ、十三日秘中寺と、時村が中されたとある。 時村を幼稚した十二人は、それぞれ有力御家人の屋敷などに預けられていたが、5月2日に、このこと日がごとなりければとして斬首された。5月4日、一番引き付けかしら人大仏、総仙らが定時のいとこで、特捜家出自、えっそ頭人、幕府侍どころ諸子北条衆方を追悼、二階堂王子役師堂谷口にあった、胸方の屋敷は火をかけられ、 宗形の多くの老頭が戦死した。加減の乱と呼ばれる、この事件は、かつては、惚れ期間金の記述により、野心を抱いた、北条宗形が引き起こしたものとされたが、その解釈は、鎌倉時代末期から南北朝時代のもので、同時代の実味狂気の同年5月8日上にも、凡沈寺とある通り、北条一門の暗刀の真相は不明である。 生き残った孫の広し時は学生に加わり、第十二代執権に就任した。日付コール旧歴寺村のエボシ氏と推定されている人物、ありがとうございます。